恋です、ヤンキー君と白杖ガール第1話。白杖を持つ弱視の女の子と顔に大きな傷のあるヤンキーの男の子との恋物語ということで、重い雰囲気なのかなぁと想像していましたが、すごくポップで何とも可愛らしい恋の始まりでしたね。第1話からいい雰囲気になったユキコと森尾でしたが、次回は早くも映画館デートに行くということで、ユキコがどのように映画を楽しむのか興味深いですし、ヤンキーだけど純粋すぎる森尾はユキコの世界を広げるよう方法を披露するそうで、何があるのかも気になります。さらに映画館の中では想像を超えるドキドキと胸キュンが詰まっているそうで、予告映像でも二人の顔が近づき、思わず目をつぶって構える森尾の姿があったりして、定番の映画館デートでどう距離を縮めていくのか楽しみですね。恋のライバルの登場もあったり、家族からの反対があったり、一筋縄ではいかないであろう二人の恋模様は、すでに目が離せません。原作は漫画で、もともとが弱視のことを知ってもらいたくて描かれた作品というだけあって、ユキコを通してどんな風に見えているのか、どういうことが困るのか、とても勉強になりました。ユキコ自身も明るくキラキラしていて、声も可愛くてほっこりしましたが、その可愛らしい見た目とは裏腹に、結構ガツンと物を言う子で、口も悪くて、冷静なツッコミの数々に思わず笑ってしまいましたし、人間味があって森尾が惚れてしまうのもわかりますね。その見た目は可愛らしいけれど中身は強いユキコと真逆で、森尾は見た目はいかついのに中身は超ピュアで、何度乙女かと突っ込んだかわかりませんが、ユキコに駆け寄ってくる犬っころのような振る舞いが愛らしくて、思わず口元が緩んでしまいました。しかし最初に股間蹴りされて、その後ユキコを陰から見ている姿は、背も高いし真っ黒な格好なのでかなり不気味でしたよね。いきなりの姉貴呼びにも爆笑でしたし、懐いてくる森尾に完璧な塩対応をお見舞いするユキコが面白すぎて、この二人の掛け合いは早くも癖になりそうですね。森尾のピュアさがギャップ萌えをはるかに飛び越えていたのも楽しかったです。背中ツンツンとか言っちゃうあたりは表現があざと可愛くて、そんな簡単にときめかないぞーと思ったのですが、会いたかったんですとかはまっすぐすぎてかなりキューンってしちゃいました。分厚い手紙も大爆笑で、ヤンキーなのに20枚もユキコへの気持ちを綴るとか、一体何が書いてあったのか切実に気になりましたね。それもちゃんと自分でユキコにはそれじゃダメだって気づいていましたし、無神経にも程があると反省し、動画や本で弱視のことを理解しようとしていて、ヤンキーという表現が最初だけだったので、めちゃくちゃいい子じゃないかと森尾を応援したくなりましたよね。手紙作戦はやめずにあえて書き直してくるところも、ユキコへの気持ちをちゃんと伝えたいんだなって感じましたし、その文字のでかさからもユキコの世界に寄り添い、彼女のことを考えて書いてくれたんだなって伝わってきました。まさかさらにでっかい文字で便箋いっぱいに恋って書かれているとはずっこけましたが、なんかそれだけですごく森尾の純度 100% の気持ちが詰め込まれててジーンってきましたし、わざわざ2枚目にですって敬語を添えるところも可愛らしかったですよね。これがタイトルになっていることも分かりやすくつながっていたので、ちゃんとこの二人の恋物語なんだなぁと
ワクワクしました。こう感想にしていても、ヤンキーなのにとか弱視でもという表現をしてしまいますが、無意識にそういう風に感じていたんだなぁと気づかされることもたくさんあり、クスクス笑えるけどぐさっとくることもありました。ユキコと森尾は自分たちが普通じゃないということを敏感に感じて生きていて、でもそれぞれが相手のことを普通だと感じているちぐはぐさも興味深くて、改めて自分が見えて感じている世界と周りの人が見て感じている世界って違うんだなぁとしみじみ思いましたね。途中、盲目の漫談家浜田雄太郎さんが視覚障害に関して説明するコーナーで言っていた目は俺様ということはなるほどと思いましたし、わかりやすいシーンで少しでも見えにくさを抱える人のことを理解してほしいという原作の思いを汲んでいるんだなぁと感じました。ユキコが私は顔色を読むとかできない、ちゃんと口にしてほしいと言ったとき、確かにコミュニケーションを取るときに言わなくても相手に読み取ってもらおうとしていたなぁとハッとさせられました。言わなくてもわかるってことも素敵だとは思いますが、ちゃんと言葉で伝えるということの大切さもずっしりと感じましたね。ユキコが森尾と気づかず、顔に傷はあるけど全然怖くないんですと言っちゃうところは、森尾にとって初めて言われた嬉しい言葉だと思いますし、号泣しちゃう森尾の愛らしさったらなかったですね。逆に森尾がユキコに言った普通の世界で生きててかっこいいですという言葉は、ユキコにとって初めて言われた衝撃的な言葉だったと思うので、この二人が出会った意味を感じずにはいられず、すでにかなり感動してしまいました。とはいえ、ユキコの家族からしたら森尾と近づくのは不安でしかないですよね。ユキコの姉、泉はかなり過保護でしっかり者のようですし、母親は他界していて、きっとユキコに対してお母さんのような気持ちもありそうなので、これから二人が近づくことを全力で阻止しそうです。タイミング悪く森尾が警察沙汰になっている場面にも遭遇してしまいましたし、誤解だったとしても、そんな奴が大事な妹と仲良くしようだなんて、何か悪い道に行ってしまいそうで、怖い気持ちもわかります。森尾サイドは、随分可愛らしい喫茶店をアジトにしていて笑ってしまいましたし、今回ナイスアシストをした友達が緑の髪で緑川という名前だったのが滑稽すぎて和みましたし、基本みんないい子たちなんだなぁと感じましたよね。そこで森尾に思いを寄せていそうな女の子八子がいたりして、今後絶対めんどくさいことを起こすんだろうなぁと勝手に妄想してしまいました。さらに森尾のライバル獅子王もいますし、ユキコと森尾に芽生えた小さな恋の芽に対してどんな困難がやってくるのか、そしてそれをどう乗り越え恋の芽がどんな成長を遂げるのか、今後がかなり楽しみな作品です。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。